神戸高速線は兵庫県神戸市の西大駅から元町駅に至る阪神電気鉄道の鉄道路線である。この路線は神戸高速鉄道が第三種鉄道事業者として線路を保有し、阪神が第二種鉄道事業者として運送を行っている。神戸高速鉄道での路線名は阪急電鉄の神戸高速線区間も合わせて東西線である。 神戸市中心部の阪神本線、山陽電気鉄道本線の各ターミナルを結ぶ地下線である。また、新海地駅高速神戸駅間は阪急も神戸高速線として同じ線路で旅客運送を行っており、第二式鉄道事業における重複区間となっている。阪神、淡路大震災被災を挟んで工事の進められていた。 西大駅高速長田駅間の一部も地下線に切り替えられた。正式な起点は西大駅であるが、列車運行上は元町駅から西大駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。地方鉄道法時代は、神戸高速鉄道が阪神、山陽から車両を借用して自社路線として運営していた。鉄道事業法施行後は、 神戸高速鉄道が第一市鉄道事業者として認可されなかったことを受け、阪神、山陽が東路線の第二市鉄道事業者となった上で、改札、運賃収受補線などの業務を東路線の線路等を保有する第三市鉄道事業者となった神戸高速鉄道に委託。運賃制度が据え置かれた上で、委託契約により、神戸高速鉄道が 神戸高速線の運賃相当額を得る形となったため実質的な運行形態は地方鉄道法時代と変わらなかった。その後、第二市各社の運行形態の変更や阪急阪神経営統合、出資比率の変更に伴い、産業の第二市鉄道事業は2010年10月1日に廃止され、西大駅新開地駅間と高速神戸駅。 元町駅間の第二西鉄道事業は、阪神の単独に変わり、産業は単に乗り入れてくる形となった。同日、西大駅元町駅間の列車運行管理業務、駅運営管理が阪神に移管され、駅名標も阪神のデザインと同一のものになった。それに合わせて、神戸高速尖閣駅の駅、ストムなどの従業員のほとんどは、阪神が、 神戸高速線の業務を新たに委託した、阪急レールウェイサービスに転籍して業務に当たることになった。営業に際して表記する路線名称についても、第三種鉄道事業者の定める東西線に代わり、第二種鉄道事業者の定める神戸高速線とされている。駅の案内標識や時刻表に関しては、阪神のフォーマットになった。一方、運賃は、 神戸高速鉄道独自の設定を継承しており、第2下車区間の境目である高速神戸駅、新海地駅に、運賃計算上の境界はなく、道路線から、神戸電鉄線港川駅や阪急線の花熊駅、神戸三宮駅までは合算ではなく、投資運賃となる。規格乗車券に関しても、この設定が基本となっている。高速長田駅西本町駅間の各駅の、 場内アナウンスや発車ベルについては、2016年3月18日まで、神戸高速鉄道独自仕様の放送が用いられていたが、2016年3月19日のダイヤ改正以降、阪神仕様のものに変更されている。なお、発車メロディについてはベルが使われている。阪神本線運行形態及び、山陽電気鉄道本線運行形態も、 三省神戸高速鉄道は、第三種鉄道事業者となる以前から車席を持った自社の車両を保有しておらず、すべて阪神山陽の各社所属の旅客用車両で運転されている。阪急を含む各社のダイヤパターンに合わせるため、ダイヤの作成には非常に苦労するという。この影響で、新開地駅や高速神戸駅で時間調整を行う列車もある。 かつては、日中で、阪急神戸線が10分サイクル、阪神本線が12分サイクル、山陽電気鉄道本線が15分サイクルの、各ダイヤを採用していた上に、阪急車も、深海地異性への乗り入れがあったため、非常に複雑なダイヤであった。現在は、日中で阪急と阪神が10分サイクル、山陽が15分サイクルである。なお、 ダイヤミダレが起きた場合、それぞれ阪急神戸三宮駅などで連絡を取ることがある。各種別の外境を以下に記す。直通特急、編集詳細は、直通特急を三省半神山陽の車両で、元町駅西大駅間を経由して、大阪梅田駅山陽姫路駅間に運転されている。直通特急には、神戸高速線において、西元町駅、 大開駅、西台駅を通過する列車とこれら3駅を含む各駅に停車する列車がある。阪神車6両編成、または採用車6両編成で運転されている。特急、編集、平日朝ラッシュ時以外の時間帯で運転されている。神戸高速線内は各駅に停車する。基本的には大阪梅田駅スマウラ公園駅間で運転されているが、 一部列車は大阪梅田駅東スマ駅で運転されている。また一部列車は当線内折り返しとして大阪梅田駅高速神戸駅新海地駅間で運転されている。なお、深夜に山陽の車両で運転されている大阪梅田発山陽スマ駅の列車は高速神戸駅で普通に変更して運転されている。阪神車6両編成、または 採用車6両編成で運転されている。S 特急、編集投稿は朝に、採用は深夜に運転される。神戸高速線内は西本町駅のみ通過する。下りは神戸三宮発三陽姫路駅が、上りは高砂発神戸三宮駅として運転されている。採用車4両編成で運転されている。快速急行、編集度休日は朝に、 新開地発近鉄奈良駅が3本設定されている。神戸高速線内は各駅に停車する。近鉄線直通対応の阪神車6両編成で運転されている。普通、編集終日、大阪梅田駅高速神戸駅間で運転されているが、尼崎駅、石屋川駅、新開地駅発着列車も設定されている。阪神車4両編成で運転されている。 これとは別に、土休日を中心に、神戸三宮駅高速神戸駅、新海地駅、東須マ駅、須馬浦公園駅間で、区間運転される列車があり、こちらは、阪神車6両編成、または、採用車6両編成で運転されている。普通、編集採用からの阪神本線直通普通の、方向幕ほぼ終日、神戸三宮駅採用姫路駅間で、 運転されており、朝、夕夜土休日日中には、神戸三宮駅三陽姫路駅にも、運転されている。なお、神戸三宮発着の列車は一部列車を除いて、大石駅まで改装されて折り返している。1998年までは、六甲駅まで、2001年までは、大石駅まで、営業列車として、直通運転を行っていた。また、 神戸高速線内折り返しとして、高速神戸駅、新海地駅発着列車が設定されており、夜間は、東高は、新海地駅、西行は高速神戸発を基本として運転されている。また東須磨駅、山陽須磨駅、山陽明石駅、霞ヶ丘駅、東二見駅、鹿間駅発着の列車が設定されている。西用車4両編成。 または3両編成で運転されている。日中の各区間の1時間あたりの運行本数は下表の通りである。新海一駅等のみを運行区間とする阪神列車全区間で阪神の乗務員が担当する。旅客扱いが神戸三宮駅以西のみとなる山陽列車神戸三宮駅大石駅間の改装を含む全区間で山陽の乗務員が担当する。 上記以外高速神戸駅で乗務員の交代を行い、伊藤を、阪神、伊勢を、山陽の乗務員が担当する。神戸高速鉄道は、開業以来車両、乗務員を持たず、乗り入れ各社から車両と乗務員を借りるという考え方で、これを乗り入れ各社間でも踏襲し、山陽に乗り入れる阪神車や阪神に乗り入れる、山陽車にはそれぞれ車両の所属者の乗務員がそのまま、 乗務していた。1998年2月に運行を開始した、阪神、山陽の直通特急についてはこの方法を取らず、高速神戸駅を乗務交代駅とし、伊藤を、阪神、伊勢を、山陽の乗務員が担当することとなった。さらに、2009年3月の阪神乱波線開通に伴うダイヤ改正以降は、スマウラ公園発着の阪神特急についても、 高速神戸駅での乗務員交代を行う体制に移行した。判例、停車、一部の列車が停車、通過普通列車、阪神特急、阪神快速急行は省略、神戸高速線内各駅に停車。ありがとうございます。